あの東日本大震災が起きたその日が、中学の卒業式だったという一致による体験談を紹介する。ご両親を亡くした一致は、周りに支えられて生きてきたようだ。壮絶な内容なので、当時を思い出しづらくなってしまう人もいるかもしれない。タオルを用意して、休憩を挟みながらゆっくり見てほしいと思う。震災で両親を亡くした自分の話を書かせて。誰も見ないだろうけど今日はなんとなく眠れずに夜が明けたので書かせてください。携帯だからもしかしたら ID ちょこちょこ変わるかも。スレタイの通り、まあ、2011年の震災で親二人とも、で親戚もほとんど、だわけなんだけど、いろいろあって今まで生きてこれた。まず登園の家族が引き取ってくれたし、学校の先生もめちゃくちゃサポートしてくれた。本当に感謝しかない。2011年の3月11日は卒業式だった。通ってた学校はほとんど海の目の前みたいなところにあって、卒業式が終わった後は真冬だろうがみんなで制服で海に遊びに行くのが伝統みたいになってた。制服が濡れようが汚れようがお構いなしで海に飛び込んだりしてた。卒業証書濡らしたやつもいた。海入れたの？やばくない？夏の海水浴みたいなのじゃなくて、ふざけて足浸かるとかそんな感じよ。冬だしそんなに深くまで浸かってない。震災もあったし多分今はやってる人誰もいないと思う。でも自分の時はそれが定番コースというか、青春の代名詞って感じだったな。俺は仙台だけどお前はどこだ？しないだろうけど見バレがちょっと怖いので、東北3県のどこかとだけ。沿岸部であることは言っておきます。さすがに冬だし寒くなってきたから2時くらいに退散して、海のそばの友達の家に行った。卒アル見て騒いだり、他の奴らは電車で街の方に行ってプリクラ撮ったりカラオケ行ったりしてた気がする。その日俺は親に、卒業のお祝いするから5時までには帰ってこいって言われてて、友達もそんな感じだったから、4時半くらいには解散するべみたいな話をしてた。そのまま部屋でだべってたら揺れが来た。最初は大したことなかったんだ。なんだ地震かー、ってくらいの。すぐやむかと思ってたらどんどんでかくなって、ついに自分の真後ろにあった友達のトロフィーとか飾ってあった棚が倒れてきて、棚にあったものが全部降ってきた。何が起こってるか全くわからなくて友達とやばい揺れ半端ないとか言って騒いでた。1階のテレビで速報の音が鳴ってたのを覚えてる。そう。あの日の地震、最初の数秒はすぐやむと思える程度の揺れだったのだ。揺れが収まって落ちたものよかしてたなどかしながら、今の半端ねえな、いやマジで焦った、みたいな話を友達としてた。下から友達のお母さんが上がってきて、大丈夫だった？ちょっと手伝ってほしいの、って言ってきた。一階に行ったらとんでもないことになってた。友達の家には大きめの水槽で魚を飼ってたんだけど、その水がまるで津波みたいにリビングに全部流れ込んできてて水浸しになってた。床で魚がピチピチしてた。食器棚とかも全部倒れてあれに荒れまくってた。それ見て、もしかしてこれやばいかも？とは思ってたけど、とりあえず片付けようってなって片付けをしてた。なんか現実味がなさすぎて、頭がポワポワしててあまり覚えてない。そしたら隣の家のおっちゃんが、津波来るぞ、じいさん。かっこ、友達のおじいちゃん。足が不自由でゆっくりしか歩けない。抱えてすぐ山さ行くぞ。って怒鳴り込んできた。もう自分たちは頭がパニックになって、えって感じ。とにかく卒アルとか卒業証書とか、DS とか PSP とか財布とか急いでカバンに突っ込んだ。じいさんを車に乗せて車で高台の神社に行った。この間5分くらい。ひたすら携帯で緊急地震速報が鳴ってた。おう、大変やったな。福島県出身の俺の嫁も片親だった母親亡くしたわ。そうか。片親だと余計辛いね。奥さん大切にしてあげてね。で、普通はその時親とか家族の心配とかをするんだろうけど、俺はその時その状況を飲み込むのに精一杯だった。その日が卒業式で気分がハイだったのもあるし、いきなりの出来事すぎて友達とやばいを連呼することしかできなかった。もう頭がポワポワしてて、自分のことを俯瞰で見てるみたいな感覚。わかるかな？そこは先生にいきなり説教された時みたいな。例えが悪いな。ちなみに自宅は全然海の近くじゃなくて、もっと山の方の津波が来ないところにある。だから心配しなかったってのもあるかも。とにかく親のことなんて頭の片隅にもなかった。とにかくやべえ、って思ってた。車で高台に向かう途中の外の風景は、とにかく外に出て様子を見てる人、海の方へ様子を見に行こうとする人、ふざけながら走って高台まで競争してる同級生とかそんな感じ。携帯で動画撮ってる人とかいたな。友達のお母さんが車を運転しながら、なんだ、とか怒ってた。なんかここら辺あんま覚えてないやごめん。高台からは街が一望できるんだけど、そこに逃げたのは最悪だった。命は助かったけど、街が真っ黒の濁流に飲み込まれてく一部始終を全部目撃してしまった。多分一生忘れないと思う。若干脚色かかってるかもだけど、本当に津波って真っ黒なんだよ。すごい惨状だったんだろうな。嫁も当時はまだ福島いてその時の話も聞いたし、ニュースの映像とか見てたら恐ろしすぎる。まさしく全てを飲み込んでいった。福島は原発もあったから余計にね。さっきまでふらふら歩いてた知らないじいさんとか、のんきに動画撮ってた人とか、泣いてる猫とか、見たことある店の看板とかが一瞬で飲み込まれてった。マジでつい 0.5 秒前まで生きてた人間が一瞬でいなくなるんだよ。そういう時人間って目をそらせばいいのにそらせないんだよね。声も出ないし、泣けもしないし、瞬きもせずずっとその光景を見てた。多分一緒にいた友達もそうだったと思う。聞いたことないから実際どうだかはわかんないけど。後ろで幼稚園くらいの女の子がひたすら泣き叫んでた。でもその女の子もなぜか目かっぴらいてその光景を見てた。その時の自分はなぜかめちゃくちゃ冷静に、この子、〇〇幼稚園の子だ。自分と同じだなぁ、とか思ってたり。近所のおじさんの判断で命が助かった一致。だが、避難した先から見た光景は、一生脳裏に焼き付いて離れないほど強烈なものだった。ふと我に返った一致は、ここでようやくご両親のことを気にし始める。波が引いて急に我に返ったというか正気に戻って、お父さんとお母さんはどうしたんだろうって思った。高台の方には公衆電話なかったし、当時携帯も持ってなかった。友達の親に頼んで電話かけてもらったけど、その時はいくらかけても繋がらなかった。電話に出ないとかじゃなくて回線が混んでたのね。まあでも自分の家は海から遠いしなぁとか思った。何回までも謎なんだけど、本当にそのくらいの軽い気持ちだった。目の前の光景を読み込むのに労力を使ってるから、他の何もわかんない感じ。とりあえず家に帰ろうと思ってはいたんだけど、さっきまでいた友達の家は流されちゃったし道も大渋滞だし、てか瓦礫がたくさんあって歩けるような感じじゃなかった。学校は2階まで波が来て使ったらしい。だから学校に行こうとは一切思わなかった。てかその日はなぜか地震が来てから急激に冷え込んで雪まで降った。上着も持たずに来たから寒かったなぁ。制服は濡れたから中学のジャージを着てた気がする。逃げるところがなくなった自分たちは海から少し離れた小学校へ避難した。地元の人間は、津波が来たらとりあえずその小学校か、もう少し離れた小学校の体育館に避難するって大体予想がつく。だからどちらかにいれば親が迎えに来るだろうって思って。俺も目の前の暴風林から黒い壁のような津波が迫ってきた時は、だと思った。田んぼに浮いてた近所の人とか流されてひっくり返った車から出てた手は今でも思い出す。君も辛い思いしたんだね。これ読んで色々思い出させてしまったら申し訳ない。辛くなったら、読むのをやめてほしい。この辺話すと長くなるから結果を先に言うと、お父さんもお母さんもいつまでも迎えには来なかった。遺体はまだ見つかってない。どこで流されたのかもわからないし、なぜ家にいなかったのかもわからない。とにかく何もわからずいきなり一人になってしまった。その日のうちに分かったわけじゃなくて、遺体が見つからないことがわかるまで少し時間があった。その間ひたすら避難所でぼーっとしていた。深く考えることを脳みそが遮断してるみたいだった。なんだろう、文字は読めるけど理解ができないみたいな感じ。支援物資のランチパックをひたすら食ってた。今でもランチパックを見ると吐き気がする。あの時のこと思い出して吐きそうになる。その後中学校の体育館に行って、大量に並んだ体の中から両親を探した。本当に不思議なんだけど何にも感情が湧かなかったんだ。かわいそうとか痛そうとか辛いとか。ただ無心で知らない大人に連れられて両親を探した。中には、もうぐちゃぐちゃになってゾンビみたいになってるのもあった。こんなんじゃお父さんかどうかなんてわかるわけないよなぁ、とか思ったりした。ランチパックあっただけでもいいじゃん。支援物資が大量のバナナだったから1週間くらいずっと黒ずんだバナナ食わされてたぞ。それは辛いな。確かにこっちは恵まれてた方だったかもしれない。そっちは辛かったんだな。思い出させるようなこと話してて申し訳ない。震災から数日経っても親と連絡が取れないし遺体も見つからない。安否が確認できなかった。担任の先生が車で家まで連れてってくれた。家はめちゃくちゃだった。当たり前だけど誰もいなかった。自分と両親の3人暮らしだからね。とりあえず先生に言われた通り印鑑とか通帳とか、連絡先が書いてあるノートとか、あと服とか必要なもの一式持って学校に戻った。もうここまで見つからないとしたら完全になんだろうなって自分では分かってたけど、周りの人間誰もそうは言わなかったな。気遣ってくれたんだろうね。いろいろ先生が頑張ってくれて、家から持ってきた親類の連絡先に片っ端から連絡を取って避難する家を見つけてくれた。自分のおじいちゃんの兄弟の息子、おじさんっていうのが、関東の方にいて、面倒見てくれると。面倒だからこれからおじさんって呼ぶね。実際そう呼んでる。後々知ったけど学校やら保険やらいろんな手続きは全部そのおじさん夫婦がやってくれたらしい。本当、感謝しかない。めちゃくちゃ道も混んでるし公共交通機関もほぼ止まってるしガソリンもどこも売ってないのにわざわざ車で迎えに来てくれた。法事かなんかで2から3回しか見たことないから、初めはめちゃくちゃ会うのが嫌だった。知らない人の家にこれから住むのか。みたいに考えてた気がする。実際迎えに来てくれて最初に顔合わせた瞬間、おばさんにすげえ勢いで泣きながら抱きしめてくれた。なんでこの人よく知らない子供のこと抱きしめられるんだろうとかぼーっと考えてた。今思うと感情がすでに出たんだよね。何をされても何を言われても何の感情も抱かなくなってた。例えば瓦礫の掃除してて遺体が発見されても、ああ、またか。とか思ってた。まずはおじさんとおばさんとが実家の片付けをしてくれた。冷蔵庫の中身全部捨てたり、割れたガラスを保護したり色々してくれた。食べれそうなものは関東の家に持って帰ったり。これに関しては本当に申し訳なさそうな顔をするので、全然いいよ、みんなで食べてよ、って何回も言った。こうやってやることが目の前にあるうちはまだ良かったな。気が紛れたというか、この時何もやることがなかったら多分自死してた。本気でそう思う。色々片付けをしたりして、おじさんの家に行くことに。震災から1週間から10日くらい経ってたかな。関東のおじさんの家に着いてからは本当に毎日クソつまんなかった。テレビは津波の映像だの原発関連のニュースだので最悪だったし、ポポポポーンとか見すぎて聞くだけで涙が出たし、テレビは見れなくなった。土地勘もないから散歩にも行けないし、何しろ他人の家にいきなり住むってなって居心地の悪さは半端じゃなかった。来てから3日間くらいできなかった。見てるよ。読んでると先生とか自分も大変だろうに人のために必死になってくれてて、人間ってすごいと思う。そうなんだよ。あの時先生方は校庭に穴掘って簡易トイレ作ったり、給水所の整備をしたり、給料も出ないのに働きっぱなしだった。今いろんなところで教員をバカにする声を聞くと本当に腹が立つ。確かにクソみたいな人はいるけど、あんなに人のために動ける人いないよ。読んでるぞ。ありがとう。そんな自分のことを見て心配したおじさんがもう、使わない古いパソコンをくれた。おじさんは仕事でパソコンをよく使う人だから、設定とかもやってくれて、自由に使っていいよと言ってくれた。もともとニコニコ動画とか見るの好きだったしボカロとかも好きだったので、その日からはパソコンでネットを徘徊するのが日常になった。おじさんおばさんは自分が塞ぎ込んでることは心配していたけど、下手に声をかけたり外に連れ出したりせずにそっと見守ってくれていた。今思うもそれが一番当時の自分にとって心地よかった。ご両親と再会することができなかった一致は、遠い親戚に引き取られることになった。面識のあまりない親戚だが、とても親身に対応してくれていたようだ。そんなおじさん、おばさんとの暮らしの中で、一致は少しずつ落ち着きを取り戻していった。とは言ってもネットも下世話なニュースとか、震災時の映像とか、AC の CM のマットとか、震災復興支援特別企画募金のご協力とか、東電批判とか、クソみたいなものばっかり流れるもんだから、最初は全然楽しくなかった。クソが、どいつもこいつも、何も知らねえくせに、とか思いながらネットやってた。そんなこと思うならやるなよって話だけど、当時の自分にはそれしかやることがなかった。体験者の話は生々しいな。映像見ても実感湧かないしな。思い出しながら書いてるから全部が全部正しいかと言われたら自信がないけど、できるだけ正確に書きたいなと思ってる。その方が知らない人にも悲惨さがわかるかなと。西日本住みだから当時はあまり実感湧かなかったけど、こういう話を聞くと自分に置き換えて想像してしまって涙が出る。辛くなってきたら読むのをやめてね。心に悪いかもしれん。気遣いありがとうな。でも、経験者の話を聞いて後のために生かしていくのは経験していないものの義務だと個人的には思うし、頑張って話してくれてるお前さんの話は純粋に最後まで聞きたい。内陸で停電してて津波とか何のイメージも湧かなかったんだが、当日夜、ラジオで聞いた、若林区の海岸に200から300人の遺体が打ち上げられている模様です、が衝撃的だった。津波でそんなに人って無物なの？って急にリアリティが出てきた。停電って情報入らないの本当に怖いよね。自分のところは田舎だからなのか発電機？を持ってる人が何人かいて、どうにかやっていたような気がする。それでもいっぱいいっぱいだったけど。俺は震災当日に携帯のネットニュースを見てことの重大さに気づいたよ。あの頃ネットがある程度普及しててよかったと思う。で、ある日いつものようにニコニコ動画で色々見てたら、マジでバカみてえなくだらねえ動画撮って載せてる人らがいた。今でいう YouTuber みたいな動画を撮って載せてたんだけど、それがマジでくだらねえの。小学生が思いついたことを本気で金かけてやってるみたいな。11日の津波を見てから大人を心配させないための愛想笑いしかしてなかった自分は、それを見て初めて腹抱えて笑ったんだ。マジで涙出るくらい大笑いした。なんだこれくだらねえ。って、小学生がうっことちっこでひたすら笑ってるみたいな感じね。その人たちはその動画の他にも面白い動画をいくつか上げてて、そのどれも全部面白かった。毎日見て毎日笑った。何回も見たけど何回も笑った。自分はもはや笑うために無理やりその動画を見て笑ってた。なんかその時思ったんだ。下ネタとかくだらない遊びとか意味がないと思うかもしれないけど、こんなに追い詰められた時笑えるのは、そういうくだらないことなのかなぁと。絵頭2時50分は偉大なのだ。その動画を見るようになってからは、少しずつおじさんやおばさんと話しても笑えるようになった。一緒に近所に買い物に行ったりもするようになったし、テレビも見れるようになって、少しは元気になったんだと思う。今までどういう成り行きでここに来たのか話せずにいたけど、近所の人に話せるようになった。相変わらず、落ち込んで暗いことばかり考える時間はあったけども。高校は東北の方ですでに合格していた高校があったけど、おじさんおばさんが色々手続きをしてくれて、おじさんの家から通える高校に入学できた。入学した学校の先生方もめちゃくちゃ優しくしてくれた。初日はなぜか担任の先生がお弁当を作ってきてくれた。でも自分はおばさんが持たせてくれた弁当があって、弁当を2つ食べた。美味しくて完食できた。中学の先生とも遠いのにわざわざ話を聞きに行ったりしてくれたらしい。本当にいい先生に恵まれた人生です。中学の担任も高校の担任も今でも時々飲みに行くよ。高校に入学できたのは良かったんだけど、両親が、で東北から避難してるってことを知ると、みんななぜか気軽に話してこなくなるんだよね。何気なく会話の中で出てくる家族の会話とか、自分がそこにいると話しづらい雰囲気になるし、友達がいないわけじゃなかったけど、そういうこともあってクラスの中ではちょっと孤立してた。まあ、もともと大勢でワイワイやるような人間でもないんだけど、てか思ったけど自分の文章句読点多くて読みづらいね。申し訳ねえ。おじさんおばさんにお金を無駄にかけさせたくないと思ってたから部活にも入らなかったし、理系が得意だったけど金かかるから文系を選択した。もちろんおじさんおばさんは遠慮するなって言ってくれてたけどね。迷惑かけてる自覚はあったからなるべくこれ以上無理させたくなかった。だからあんまり外で遊ぶことはなかったな。ひたすらネットで面白動画を見たりしてたな。弁当2つはロタ。不思議に読みやすい文章だから書きやすい書き方でいいと思う。男で独身の先生なのに頑張って手作り弁当作ってきてくれてめっちゃ嬉しかった。感情が出た当時の自分は、おばさんに作ってもらったんですけど、とか言って丁重に断ってた。ありがとう、なるべく読みやすく書けるよう頑張る。ちなみに、そのニコニコで面白動画を上げてる人たちのことはずっと好きで応援してた。もちろん今でも、動画を上げることが本職じゃないようで、いろんな分野で活躍してました。多分わかる人もいると思う。なんとなく名前を出すのは控える。ただその人たちを知った日から今日までずっと元気と希望をもらって生きてきたのは間違いないです。とある機会にあった時は本当にありがとうと伝えました。笑いとは人を救うことができると心から信じてるよ。みんなも辛いことがあったら笑える何かを探してみてね。なんというか、ご両親は一が元気で笑っていてくれて安心してると思う。あと弁当2つは笑った。成長期だから食べれたのかな。笑ってくれてると嬉しいよ。胸張って正しく生きてきたとはとても言えた人生じゃないが。常に正しい人間なんていないよ。お前さんが幸せになれたらそれでいいんだよ。高校3年間は、友達は多くなかったけど普通に楽しかった。ただ、ほとんど何も言わずに関東に来たもんだから、東北の友達には申し訳なかったな。携帯を買ってからは連絡が取れるようになってちょいちょい電話したり、LINE ができてからは LINE したりしてたけど、みんなそれぞれ違う場所で違う生活を送ってると話が合わなくなって、自然と疎遠になるんだよね。結局今も連絡を取るのは2人しかいない。地震があった日同じ部屋にいた2人。1人は家を流されて違う町へ引っ越したらしい。もう1人は今大学院に行って災害看護について学んでるとか。すごいよね。高校3年生で進路を決める時期になった時、映像編集系の専門学校に進みたいっていう希望が自分の中に漠然とあった。それは面白動画の人たちを見て、映像を作ることに興味があったから。だから高校在学中から色々独学でソフトいじって、簡単な動画作ったりはしてた。まあ全然素人の領域だし、ただの憧れってだけだったけど、なんとなくおじさんとおばさんに進学するって言えなかったんだよね。でもずっと隠してるわけにもいかないし、最初は担任に相談した。そしたら定額で通える専門学校や奨学金制度をたくさん調べて書類を取り寄せてくれた。こんなにしてくれた先生のために、専門通いたいな、と思った。夢って大事だよな。生きる活力になる。夢を与えてくれた面白動画の人たちに感謝しかない。見てるわけないけど伝えたい。夢をありがとうございました。て、そのことをおじさんとおばさんに話したら、〇〇かっこ自分のやりたいことをやればいいよ、と応援してくれた。まあいつもやりたいことを否定せず見守ってくれてた二人だから、断られるとも思ってなかったけど、純粋に嬉しかった。この話を二人にしたのが5月頃で、6月から卒業するまでひたすらバイトで学費を稼いだ。二人は学費は払うと言ってくれたけど、自分のわがままだし自分の金で通いたかった。バイトもしてみたかったし、関東って時給とんでもなく高いのな。おかげで遊ぶ余裕もちょっとできた。おじさんがすごいな。全然会ったことない甥っ子なんて、面倒見れるかな俺。おじさんには子供いなかったの？可愛いとこと同じ屋根の下とかは？本当だよ。それまで全く話したこともなかったんだ。聞きづらかったからずっと聞かずにいたけど、20超えてから教えてくれた。おばさんは不妊で悩んでたみたいでお子さんはいなかった。まあ、だから自分のこととても大切にしてくれたってのもあるかも。それがなくても優しい人たちだからきっと大切にしてくれたと思う。可愛い彼女が登場するはず。あ、ごめん私ついてないんだ。おっと、1がお嬢さんだったか。実はお嬢さんでした。まあ男女関係なく呼んでくれると嬉しい。呼んでるよ。満足するまで書いてくれ。ありがとう。頑張るよ。おじさんおばさん、いい人だな。本当にいい人。早く稼いで楽させてあげたいよ。楽させてあげたいとか、お前もめっちゃいいやつやんけ。ファミレスでバイトもしながらパソコンいじったり、映像の勉強ちょこちょこ始めたり、面白動画の人たちの動画見てまた笑ったり、数少ない友達とつるんだりして、高校最後の年は結構充実してた。ただやっぱり親のことを思い出して泣いたり、大きい地震があるたびに過呼吸になったり、津波の映像を見て泣き出したりすることはあったな。一度クラスのやつがふざけて緊急地震速報を教室で鳴らして寝てたやつを起こそうとしてた時は、自分が発狂するもんだから職員会議になった。まあ謝ってくれたけど未だに許してない。お前ら絶対にやめろよ。高校生にもなって、周りに震災経験者がいるのにふざけて緊急地震速報はいかんな。その通り、絶対にやめよう。専門に行きたいって言った時もそうだけど、おじさんもおばさんも自分がこうしたいああしたいということについてはあまり口出しをしないで認めてくれた。もちろん間違っていたり危ない道に進みそうな時は指摘してくれたけど、基本的に自由に過ごさせてくれた。その環境が本当にありがたかったな。早く稼いでおじさんとおばさんに楽させたいって思ってる。入学した専門では映像編集とか画像の加工とかを学んだんだけど、やっていくうちに、自分のやりたいことが映像関係よりもデザイン系だってことに気がついた。もともと美術とか好きなのもあったからかな。ウェブデザイナーとかそっちに興味を持ったので、映像の方の授業を受けたり課題をこなしたりしつつ、ウェブデザイナーの勉強もやったり、大変だったけど、好きなことだったから専門にいた2年間はかなり充実してた。自由になったことで娯楽も増えたしね。ハイボールうまいんだこれが。そして今は念願のウェブデザイナーとして色々頑張ってます。まだ全然下っ端だし大した仕事もないけど、下積みあっての仕事だし、辛抱強く頑張ってる。あとおじさんとおばさんの家を離れて一人暮らしを始めた。最初は居心地悪かったけど、やっぱり中3から過ごしてきたから家出るときは寂しかったな。二人とも実の親みたいに寂しがってた。月に1回食べ物を送ってくれるよ。夢叶ってよかったな。無理せず頑張れよ。応援してるぞ。ありがとう。まだペイペイの新人だけどね。頑張るよ。頑張れ、超頑張れ。壁の下り、NHK の武田アナが地震やこれからの報道のために東北を見て回ったって記事を思い出した。時計が止まってる時刻で避難までの時間を予測できるから、どういう報道をすればいいのかって記事だった。地元には年に1から2回は帰るようにしてる。もう関東での暮らしに慣れてしまったから東北に帰ろうとは思わないけど、やっぱり故郷は捨てられないね。東北なまりを聞くとなんか胸が締め付けられるよ。卒業した中学校に行くと、ところどころ壁に傷がついたり海水に浸かったところが黒くなってたりして、どれだけでかい波だったのかがわかる。みんなも今この状況が落ち着いたら一度は東北に行って津波の被害を実感してほしい。助かるだろうと軽く考えてる人は考えを改めてほしい。日々対策を練って素早く行動しないと絶対に助かるわけないよ。大普通に転がってたん？転がってましたよ。引き波って調べてもらえるとわかるかもしれないけど、溺れて窒息した人の体は引き波で引きずられてボロボロになるんだよ。ひえ、興味本位で聞くんじゃなかった。お疲れ様。震災後3から4年は瓦礫があったり、線量の高い土がブルーシートで覆われてたり、そういうところがいくつもあったけど、今はかなり綺麗になって、まっさらだったところには芝生が生えてる。さすがに津波が来た場所に住もうとする人はいないみたいだけど、公園になったり石碑が立ったり憩いの広場みたいになってるよ。ちなみに揺れが来た時にいた友達の家は更地になっています。あそこの2階にいたって考えるとなんだか変な感じだ。Google マップに避難場所や背の高い建物登録してるけど、再確認しとこ。平時の対策が大事だ。避難場所、避難経路、もしもの時の連絡手段など、何もない今のうちから備えておこう。時々エセ超能力者みたいな人が震災予知した、とか言ってる時あるじゃん。あれ、確かにデマは良くないけど、定期的に身を引き締めるいい機会なんじゃないかって考えてる。まあ良くないことは確かなのでやめてもらいたいとは思うけど、確かにエセ予言みたいなのもそういう視点では少しは役に立ってるのかもな。お父さんとお母さんの遺体は、まだ帰ってきません。今まであまり話に登場しなかったのは、多分今まで無理やり思い出さないようにしていたからだと思う。思い出すと泣いてしまうし、まあ実際今もちょっと泣いてるし。ただ最近は少し克服してきたのか、今の自分を親が見ていたらどう思うかなとか漠然と考えたりしてる。なんか自分の中では、だ感じがしないんだ。ただどこかへ出かけたまま帰ってこないような、帰りを待っている日がもう10年も続いてるようなそんな気分なんだ。遺体が見つからないからかもしれない。まだ、だと信じきれない自分がいる。だってわかっちゃいるけど、墓もなく骨もなくなんだか急に空洞になっちゃったみたいなんだよな。何年か前に三陸へ行ってびっくりしたわ。カーナビに映ってる地形と角々が全く何にもないの。これ全て流されたんか、街そのもの丸ごとか、って唖然としたわ。少し前のどこかの国の格好忘れた、爆破事故見て自分は津波を思い出したな。あんな感じでもともとあったところが更地になってたり車がぶっ刺さったりしてたよ。いきなりこのスレを立てて書き出したのも、今日がお父さんとお母さんの結婚記念日だからなんだけど、なんとなく思い立って文章にしてみたら、なかなか自分の人生壮絶だ。いつか見つかるといいな。本当に。そう祈ってるよ。そしてその面白動画を上げてた人たちのことは今でも大好きで心から尊敬してる。間違いなく自分の「だ」感情を蘇らせた人たちだから、これからもずっと尊敬し続けると思う。多分世間ではなんかくだらなくてバカやってる人たちっていうイメージなんじゃないかな。でも私にとってはヒーローのような救世主のような、まあそんな存在です。自分の中で書きたいことはもう書ききれたけど何か質問とかあればご自由に。答えられる範囲内で答えますね。なかったら多分そのうち落ちると思います。なさそうだね。とにかく長くてわかりづらい文章を読んでくれた人ありがとう。私はこれからもお父さんとお母さんと一緒にしぶとく生きるよ。だってあんなクソみたいな最悪なところから、なんとか生きてきたからね。だからみんなも大丈夫だよなんて無責任なこと言わないけど、辛いことがあったら面白くて笑える何かを見つけてね。案外くだらないことで腹抱えて笑うって、素晴らしいことだよ。なんとかなるよ。ライフイズオールライトだよ。俺は大船渡出身へ当時中3。中学校は山の上でな。卒業式2日前だったから卒業式してないのよ、未だにね。そういう人多いよね。私はちょうど運よく直前に卒業できたからよかった。いろいろ大変だったかもしれないけど、お互い頑張ろう。やっと追いついた。関西でちょっと揺れたなーって家帰ってテレビ見たらヘリからの津波の映像で、理解するのに時間かかったのよく覚えてる。自分も YouTube とかで当時の映像見ても未だによくわからないよ。実際自分がいた場所の映像を見ると、この中にお父さんとお母さんがいるかもしれないとか考えちゃうけどね。当時仕事で生活が不規則で、夕方くらいまで寝てて、起きて2チャンネル開いたら大騒ぎになってて驚いたな。ぼーっとしながらニュースプラス見てて、貼られた動画で事の重大さを知った。遠くにいる人はやっぱり事実を受け入れるのに時間かかるよね。でも日本はどこでも災害が起こりうる国だから、明日は我が身だと思ってほしいです。なんと言っていいかわからないが、とにかく一が幸せに過ごせることを祈ってる。将来一が結婚するとなったら、おじさん大号泣しそうだな。専門時代彼氏ができたって報告した時、狼狽して転んでた。何それかわいい。ショックが大きすぎて空白になってしまった時間の分、さらに幸せになってください。たくさんの気持ちを受け取って真摯に向き合ってこれたあなたならなれると思います。ご両親のご冥福をお祈りいたします。ありがとうございます。これからの人生長いですから辛くなった何倍も幸せになってみせます。追いついた。夢叶えててすごい。自分は規模が小さいけどやっぱり自然災害の生き残り。私は今生きてるっていうより生かされてるっていう実感が大きいんだよね。だから中学の時何気なく口にしてたいただきますとかも、今は本当にいただきますって気持ちで言える。生かされてるって思ってるのとか同じ。周りには話してないから時々感謝ばっかしてキモいって思われるらしいけど、そんなん関係ねえよって思ってる。前後では実感が違う。映像編集はもうしてないのかな？ウェブデザインでも何でも一致の作ったコンテンツみたいから、たくさん世に出回るようなもの作ってくれ。もちろん一致が作ったものっていう認識はできないと思うけど、羽ばたいてほしいって思いです。人に恵まれて、そのことに感謝できる感性は宝物だね。ご両親がとても上手に育ててくれたんだね。マジで一致の幸せを願うよ。このスレに出会えてよかったよ。今は完全にウェブデザインの方の仕事してますね。でも仕事する上で専門学校で学んだ映像編集技術は大いに役に立ってる実感はあるな。テレビとか見てて、これはこういう意図があってこういう演出を、とか考えてみるのも面白かったり、見ず知らずの自分にそう思ってくれて嬉しい。いつかあなたの目にするサイトを絶対面白く仕上げてみせますよ。約束な。面白いの見つけたら一応思い出すよわら。割と激務な業界だろうけど、体壊さず生き生きと活躍してね。また話したくなったら聞かせてほしいな。毎年大きい災害起きてるけど、3.11 は当事者じゃなくても特別感あるんだよな。今来てる台風も同じようにならないことを祈ってる。私も中学の頃までほとんど大きな災害を経験することなく生きてたから気持ちはわかる。作るのに時間はかかっても壊れるのはほんの一瞬なので、大切なものはしっかり守ってほしいです。自分の妻と子供をもっと大事にしようと思った。1頑張れ、超頑張れ。末永くお幸せに、人の幸せを願える人は幸せになれる、っていう議論。体大事に、そのまままっすぐ生きてもっともっと幸せになって。自分はいろいろあって体壊して今寝たきりになったけど諦めてないし、ネットばっか見てるから、いつか一の作ったサイトにたどり着けるように楽しみにしてる。そうなんだね。自分の思うように体が動かないのは辛いよね。どんな状況でも自分を持っていれば大丈夫だと、前述した面白動画を作る人が言っていたよ。本当にそうだと思う。お互い体には気をつけて頑張ろう。いつか見てもらえるように自分も頑張るよ。生かされてるって実感した後に今の状況になったから、割とめげてない。面白動画を作った人の言う通りだと思うよ。たまに凹むけど生かされてるって実感あるとめげていられない。自分も絶対復活するから素敵なサイト待ってるよ。お互い頑張ろ。親の顔はまだ覚えてる？覚えてるよ。幸い実家は流されなかったから、アルバムや写真も手元に残ってる。一応クソやばい台風が来てる九州民としては、何やら他人事じゃないような気がしてきた。大災害に見舞われても生きる胆力を失わなかった一二経緯を。災害はこの国にいる以上いつどこであるかわからないから、常に気をつけてなきゃいけないと思ってるよ。今回の台風、かなり被害が大きくなりそうで心配してます。気をつけてお過ごしください。あの未曾有の大災害を生き抜いた一致が強くしっかりと生きていることを嬉しく思う。災害はいつ起こるかわからない。もしもの時、あなたは大丈夫だろうか？生き残ってくれた人々の貴重な体験を無駄にしないよう、しっかり備えよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。懐中電灯、水、食料。あなたが備えている防災グッズは何ですか？おすすめがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。